当社が自信を持ってお勧めしてきました、バッケン南蛮窯の新シリーズ、エコバッケンのご紹介をさせていただきます。バッケンの先進機能をそのまま残しつつ、これからの時代のキーワードであるエコをテーマに作り上げたエコバッケンは、必ずや皆様のご期待に沿うことができるだろうと胸を張ってご提案させていただきます。 エコバッケンはその名の通りエコを最大のテーマとして設計開発されましたここで言うエコとは消費電力のことです言うまでもなく消費電力量が下がるということはランニングコストが下がるということですね具体的な数字で言いますと従来の我が社のオーブンと比較してなんと30%もの基本電力をカットすることに成功しました 従来基本電力1 0 1キロだった2段オーブンをエコバッケンでは7 1キロに1 5 2キロだった3段オーブンをエコバッケンでは1 0 6キロにそしてさらに2 0 2キロだった4段オーブンはエコバッケンではなんと1 4 1キロに各段の消費電力を監視し制御する技術により基本電力を抑えることに成功し各段の省エネ効果をエコバッケンは 実現いたしましまこの表のようにエコバッケンでは2段のオーブンは3段分3段のオーブンは4段分つまりエコバッケンは電力コストはそのままにおよそ1段分多く商品を生産することができるようになりましたこの1段分の違いはとても大きなものなんです。カステラで言えば 10本分シュークリームで言えばほぼ40個分に相当します例えばカステラを1本1200円としましょうそうするとカステラは10本で1万2000円相当1日に8回転させればカステラは80本できます同じ電気代で1日に9万6000円分も多くの商品を 生産することができますこれを年間300日と計算しますとなんと280万円ものコストダウンが実現できるいかがでしょうかエコバッケンの省エネ能力をご理解していただきましたでしょうかこの一段を活用していただき御社のさらなる収益へつなげていただければと願っております大きなオーブンを設置するということは それれだけ今までより多くの電力が消費されることになりますご存知のように電力会社との契約は利用する動力によって契約が変わりますまた使用する動力が5 0ットを超えるとキューピクルのような変電設備を設置しなければならず設置場所の問題やコストの問題からオーブンの増設をためらっておられる方も多いようです。しかしか エコバッケンなら電力契約を変えることなく段数を増やすことが可能になります契約電力はそのまま忙しい土日祝日の営業のあと少しの生産力アップが可能になりお客様を逃がすことなく売上げの向上につながっていってくれることでしょうまた逆に段数を変えずにエコバックンを導入しますとその浮いた電力で 違う設備やまた照明やいろんなお店の新しいパフォーマンスにお役に立てることができるようになると思います他にもエコバッケンは徹底したエコ化を実現するためさまざまな工夫を行っておりますまずはその一つアイドリングカットシステムです空抱きの時の待機中の電力を 9%もカットしてくれます従来のオーブンはお菓子を焼いていないときも炉内の温度を一定に保つため電力を消費し続けていましたそれはいつもベストな状態で均一な製品を生産していただくためなのですが今回のエコバッケンはその最大の特徴である炉内の密閉性により外部への放熱を徹底的に抑えました大気中の無駄な電力を省くための設計がなされています それによって9%の大気中電力の削減をエコバッケンは可能にしましたそしてもう一つの特徴はエコバッケンに搭載されたエコタイマーですこのエコタイマーのスイッチを押しますタイマー動作を押しますそうすると現在の時刻それからエコ動作が入る時刻これが表示されます 一日のうちでオーブンが最も電力を消費している時間は実は朝オーブンを立ち上げる時なんです朝の焼き始める時間に一気に炉内の温度を立ち上げるためより多くの電力が朝の立ち上げに必要とされてきました私どもはその無駄な部分に目をつけましたエコバッケンは新たに搭載されたこのエコタイマー機能で 電気料金の安い信頼料金を利用してオーブンを立ち上げてくれますそしてあらかじめセットされた稼働時間に合わせ火力を抑えゆっくり柔らかい極難で加熱していき皆様方が出勤される頃にはいつでも仕事が始められる状態で待っていてくれるのですもちろんエコタイマーは安全装置が搭載されております 深夜に温度が自動で立ち上がり何かの都合で使用できない場合は自動で電源が切れます万が一の時でも対応できる設計になっておりますエコバッケンはもう一つの機能としてエコ動作の動作時間及び当日の消費電力を各段ごとに表示していく省エネの見える化という機能がございます作業のスピードアップによるオーブンの扉の開閉の短縮やこまめに アイドリングカットシステムを行うことによる消費電力の差が一目で分かるように表示されますこれによりスタッフの節電意識が向上されオーブンだけでなく他の機器や照明の使用に至るまでエコと経費節減に対する取り組みを改めて考えてみるためのきっかけとなってくれるのではないでしょうか。エコババッッには従来のバッケン南蛮釜シリーズから受け継がれた 基本機能はそのまままに受け継がれています。例えばカスタラなどに使います「心音センサー」またプリンなどにも使用します「L 型の心音センサー」歌詞の種類を記憶します約50種類の歌詞コード自動でダンパーを開きます「オードダンパーシステム」 さらに強制排気システムオーブンの村を調整します例えば上火のコントロールはこういうふうに4つのブロックに分かれて一1つの炉内で、えー、その各部分部分をパーセンテージで調整することができラ火の改善がご自分で行えるようになっております。お客様のこだわりに応えた高い機能性により 時間とコストの効率化を実現していますエコバッケンは職人の皆様方の手にかかるとまた一つ光り輝くと思います私どもが作り上げたこのエコバッケンのシステムをどうぞ見て触ってぜひご検討よろしくお願いいたしますどうもありがとうございました